Hello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe さん。はい、皆様こんにちは、リビングリッシュですね、始めていきましょう、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型語学スクールイングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と飯田氏ですがお届けする番組です。ということで、早速始めていきましょうか。あ、OK、 いいですかそれでは今夜も最後までお付き合いください。はい、始まりましたリビングリッシュ。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなと、そしてですね、いいですのネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでください、ということで、本日もゲストをご紹介しましょう、ビオルネのインフォメーション受付から来ていただきました、タイ・ナホさんです。どうぞよろしくお願いします。Hello, my name is Naho. I'm a receptionist. I like to go picnic with my kids. 素晴らしい。 Wow, that's awesome. 、なんて言われたんですか。日本語でもちょっと言ってもらっていいですか。いや、受付をやっております、タイ・ナホです、はい。休日は自分 の、 その息子と娘とお弁当を持ってピクニック。ピクニックいいですね。趣味なんです。ん、はい、早速英語で自己紹介していただいて。ちなみにピクニックとハイキングの違いってわかります？ハイキングってもうなんか山登りみたいなイメージなんですけど、うんうんうん、でピクニックは、まあのんびりお弁当を持ってそうなんかっていうイメージなんです。そうなんですよ。だからメインが食べるのがピクニック、はい、でメインが登るっていうのがハイキングっていう、その目的が変わって言い方が違うみたいな、はい。なんかね、同じようなイメージ。そうです、そうです。だからやんわりしてんのがピクニックみたいな、うん、昔なんか若い子は知らんけど、紙パックのジュースでね、はい、ピクニックって ありました。めっちゃ飲んでました、ね、高校の時ピクニック、ね、大好きでした。ね、懐かしいなと思ってピクニックってあんまり使わんなとか思いながら、はい、聞いてました。はい、ではですね、この番組はですね、いいですから英語で質問をしますので、はい、英語もしくは日本語もしくは、はい、韓国語、中国語、イタリア語、何でもいいのでお答えくださればと思います、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ではいいです、お願いします。 OK, so where have you been so far? はい、Where have you been so far? と、いつも聞く質問なんですけども、どこに行ったことがあるという質問なんです。海外ってどこに今まで行ったことありますか？台湾と、はい、台湾、韓国、韓国、イタリアとハワイ、はい、なんか聞くところによると2008年から毎年秋には海外旅行を4年間続けたということで、はいはい、で、その4カ国に行ってきたんですね、はい、なるほど、素晴らしい。行ってきましたいいですね、毎年ね。Yeah, is it like every year autumn? うんうん、Every year autumn ね。Autumn. In autumn. Okay, great. いいですね。で、その2001年からはちょっと間が空いてる。そうなんです。ちょっと出産して。ああ、ね、お子さんがいたらね。なかなかね、行きたいんですけど。行きたいけど行けないっていうね。はい。ね、なるほど。今おいくつなんですか？今下の子が1歳8ヶ月。あ、それまだまだじゃないですか。そうなんですよ。上がもう4、まあ、4歳、もう5歳になるんですけど。ああ、なるほど、なるほど。もうなんかね、2歳まではね、航空券は無料というか膝の上で行けるんですけど、はい、まあ、なかなかね、なかなかね、もう膝の上でも多分じっとしてない。まあ一応一番前の席飛行機取ったら、うん、こんなこう赤ちゃんベビーベッドみたいなをかけるとこはサービスで出してくれはりますけどね。そうなんですね、うんうんうん、それはいい、うん、だチェックインするときにちょっと赤ちゃんおるから前のとこにしてとか言って言うたら、そういうのも可能という。ああ、そうなんだ。まあ、日本出国するときはね言えるけど、帰ってくるときなかなかそれ言われへんね。ね、英語でねちゃんと書いていって渡すとかしないとね。It's difficult for long flight. ああ、そうね、長いフライトになるのね。まあまあ台湾とか韓国やったらねいいですけど、なかなかイタリアまで行こうと思ったら乗り継ぎもありますしね。そうですね、難しいところですね。なかなかなるほどな。もうちょっと大きくなったら行きたいと思いますね。そうです。次はどこに行ってみたいですか？次は
私ちょっとカナダに行ってみたんですよ、ね、いいですね。カナダも広いですよ。カナダの東西いやあのプリンスエドワード島に行ってみたんです。東やね、プリンスエドワード島言うたらね、福島、うんうんうん、ちょっと憧れて、何やったっけ、プリンス赤毛のアン、赤毛のアンが好きで、うんうん、ねえねえ、そうなんです、うんうん、それでプリンスエドワード、あれってカナダなんだ、アメリカのイメージあるけどカナダ、ね、カナダ、うん、カナダじゃなかったですか、分かんない、多分カナダ東のなんかちっこい島っていうイメージもあるけど、はい、プリンスエドワード、はい、うん、赤毛のアン知ってる？No. But you've been to Vancouver, right? バンクーバーは西だから、ah, うん、西は全然違う、 no, no, no. 東の方、ね、No, no, no idea. No idea. Let's back to the topic. We are going for Italy, right? The main topic. 、はい、今日は It's totally not related what we have talked about. 、はい、じゃあ続けて So why did you go to Italy? はい、なぜイタリアに行ってきたんですかっていう、イタリアはあの結婚記念、結婚旅行、ハネムーン、あ、そう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 です、うん、ハネムーンで、ハネムーン、ハネムーンでいいですね、行ってきました。新婚旅行ってやってる、新婚旅行、そうそうそう、新婚旅行結婚旅行そうや、はい、ハネムーンで、はい、そうです、どちらの町に、はい、ローマと、はい、ミラノ、はい、ベニス、ベネチア、ベネチア、はい、はい、でそれはローマに入ってミラノ、ベニス、それともベニス入って、いや、ローマから、ローマから上に上がっていった、はい、そうです、そうです、はい、なるほどなるほど、あ、そうなんですね、うん、へー、なんか各土地どうでした、まずローマから聞きましょうか、うん、ついてすぐ、ついてすぐローマ、まあ、どっか乗り換えでしょ、どっか乗り、ちょっとあのね、2010年の話なので、はいはい、記憶が記憶がちょっとでもハネムーンだっていい思い出しか残ってへん、 いやでもいい思い出、まあ喧嘩もたくさんして、そうなんです、 Well, you just got married at that time、 結婚したばっかりで行って、そうなんですよね、旅行に行くと結構ちょっと見えてきますよ ねやっちゃいますよね、なるほどなるほど、私は買い物したいけど向こうは観光したい、まあそれはね、男の人と女の人は目的がねちゃいますし ねそうなんですね、なるほどなるほどでも前にもなんか言ってましたね、あの新婚旅行でイタリア行って何が一番美味しかった、うん、言ったらカップヌードルって言うてた人が Yes, yes, yes、ね、言ってたね、覚えてる、 It's like his wife was not really good with good garlic、 あ、そうそう、 It's too much garlic、 ニンニクが苦手な奥さんとイタリアへハネムーン行くっていう、思いっきりニンニク使ってそうですよね、そうそうそう、イタリア料理でニンニク効いてないのなんてないぞみたいななるほど、 So they were eating cup ramen the whole time、うん、cup noodles、 カップヌードルをいつも食べてたっていう人がいてました、あ、そうなんです、なるほど、で、ローマではまずどんなこと、ローマってドーム、ドームですね、見に、はい、まず見に行きましたね、めっちゃ大きくて、はいはいはい、もうどんな感じでした、どんな感じ、もうこうなんていうのかなまあでも初めての海外ではないんでね、うん、まあそうなんですけどね、まあ、台湾、韓国、経てのイタリア、うん、でもヨーロッパが初めてだったので、ねね、急に憧れの、そうそう、なるほど、全然もうね、イタリア人の方もめっちゃかっこいいですしね、あ、ファッションがもうやっぱりレディースファースト、うん、あ、そうですそうです、ね、本当に女性をねいつも先にみたいな、はい、ね、そうですね、本当にそこはもうあの習慣づいてるというか、うん、当たり前のようにね、ドアめっちゃ優しいです、はい、みたいなね、そうそうです、自然とね、はい、ね、なるほど、で他はどういうローマでの、ローマ他何、いや、あの食べ物、何食べたんですか、まずついてすぐ、ついてすぐやっぱパスタ、まあ、イタリアといえばパスタ、はい、でカルボナーラを頼んで、カルボナーラっていったら日本だったらもう思いっきりクリームつく、うんうん、使ってると思うんですけど、クリーム感があまりなく、あ、そうなんですか、うん、全然なくて、ちょっと思った感じと、まあ、美味しかったんですけどね、なるほど、うん、全然日本と違うなって、なるほど、うん、カルボナーラ、イタリアの、美味しそうね、うん、で、その後ミラノ、ミラノ行きました、ミラノでは、ミラノでは、まあ、バッグ、はい、買い物ね、買い物、買い物、バッグ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 、もうバッグが欲しくてうん、うん、まあ、ミラノ、うん、ちょっと見てたんですけども、うん、
なんかね、ツアーで行ったので、もう集合時間がもうすぐに来て、もう30分もいられない感じで、欲しいもの、あ、もうちょっとっていうところでもう集合かかっちゃったんで、買えず、買えなかったですね。悔やまれるね。悔やみ、はい、そうですね。残念、もう残念で仕方ないです、未だに。で、最後のベニスは、ベニスは、うん、あ、あのゴンドラ乗りました、ゴンドラ。恐れ見よう、はい歌ってありましたちゃんと歌ってたかな覚えてない。なんかでも叫んでました、叫んでるというか思ってたほどでかいでしょ、うん、大きかったです。めちゃめちゃでかいでしょ、うん、こんなでかいのみたいな、はい、ねえ、それを何人かで歌って、何人かで、まあ、そうですね、で日本人ばっかりで回ってで思ってたより高かったでしょ、そんなことないですか、値段、値段はどう、いや、なんかもうそれも一緒にツアーに組み込まれてたんで、ね、Maybe she doesn't really know, I think. あ、なるほどね、うん、まあまあ、ハネムーンやし、払うか、うん、旦那さんが払う。How about you? Did you go like here and there by boat? 僕はね、ベニスでゴンドラ乗りませんでした、値段が高いというか、値切りまくってめっちゃ安なったけど、うん、でもノーっていう安なったけど、めちゃめちゃ安だったけどノーって言ったら、 But it's cheaper on foot 、うん、そう、歩く方がもちろんね、ね、オンフットの方が全然そらそう、うん、楽しいですね。面白いですね、イタリアの話ね、うん、いや、もっと聞きたいんですけど、ちょっとあの後半戦に行きましょうか。はい、エンディングの時間ですね。あっちますね、早い早い、まずはですね、今回のゲストなおさんより告知をお願いします。はい、来年のお話なんですけれども、来年ビオルネは1月3日、朝10時より営業いたします。この営業、10時より1階のインフォメーション横にて、現金3000円で4000円分の商品券を販売いたします。はい、すっごくお得になっております、はい、お一人様3組限りで先着300組限定ですので、こちらもお早めに お願いいたします。で、また3組ご購入いただいたお客様にはコーヒーチケットもプレゼントしておりますので、さらにお得になっております。なんかムーンライトでも、はい、ね、コーヒーチケットそうなんですよ ね、すっごいお得なんです。もうこれは行くしかないと。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あっという間の15分でしたので、最後いいです、締めてください。 If you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you, goodbye. Bye bye. Bye bye.